上運動食ブータニッピーようこそ。カビ本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。チャンネル登録よろしくお願いします。こちらファミリーマートクリックとエビ肉まんを食べたいと思います。だから肉まんっていうだけでも結構大きいんですけど、さらにエビってどういう発想でこんな風になったんだろう。どんな感じなのかな、中身。おー、本当にエビ入ってますね。美味しそうです。では、いただきます。存在感が結構あって、噛んだ瞬間にエビのプリッとした歯応えが楽しめましたね。ただその分、肉あんの部分のうまさがちょっと控えめになってしまっているのがそんな気がします。なので完全にエビ主体なので、肉まんの歌の上にエビを使った方が良かったのではとも思ってしまいましたね。だから豚肉の中に入ってるんですけど、完全にエビが上回っている、そんな感じの肉まんっていうとちょっと語弊があるような印象を受けましたので、こちらのテストってもちろん美味しくはあったんですけど、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武終焉。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回のリポートでお会いしましょう。